はい、はい、結果ありました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。遅くなりまして大変申し訳ございません。機材トラブルではなく加藤のミスです。はい、全部加藤が悪いんです。はい。はい、加藤の不始末は私の責任でございます。大変申し訳ございませんでした。本日でございます。皆さんこんばんは。リハのめチャンネルの時間です。始まりましたリハのめチャンネル第40回もう40回もやってる。40回、すごいですね。40回やってんだ。40回やってる。本日はリハスタッフのための失敗しないテンションの進め方、2019年度最新データ版と題しまして、株式会社マイナビ紹介事業本部第2営業統括本部第3営業統括部部長酒井隆文さんに、講義をお願いしたいと、まあ、お話ししながら、はい、進めたいと思います。この番組でございますが、ジンの Facebook ページへのいいね、シェア、 YouTube の、チャンネル登録、公式 Twitter のフォロー、もしくはリツイートで成り立っております。これからも素晴らしいゲストをたくさんお呼びしたいと思っておりますので、何卒いいね、シェア、リツイート、フォローをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、また Facebook ページ、動画配信が少し不安定になることございますので、もしよろしければ YouTube の方でご覧いただきますと安定して放送が見ることできますのでよろしくお願いいたします。また、転職で悩んでいる方、酒井さんにぜひこの今の現在の転職の最新データを質問したいという方いらっしゃいましたら、コメント欄の方に、各 SNS でのコメント欄の方にコメントいただきましたら、すべて、回答させていただきたいと思います。あ、嘘です。すべてはしないです。できるもの、回答していきたいと、はい、なるべくたくさん回答していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。そして、本日の放送はですね、なんと、マイナビ様の提供なんです、これは。マイナビ様のスポンサーの、マイナビさんのスポンサーの提供でお送りしておりますので、マイナビさんの、じゃあ CM の方よろしくお願いします。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のための転職はマイナビコメディカル。はい、はい、はい、それでは始めていきたいと思います。坂井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずマイナビさんの方で、いろんな登録状況とかあるんですけど、はい、そこら辺 の日本全国の今 の リハビリテーション関連職種の、はい、転職のトレンドを、グラフ、マイナビさんの最近のデータを用いて説明していただきたいんですけど、はい、まずは全国版の方の説明ですかね、これは。はい、そうですね、こちらが登録いただいた方々のデータを、グラフ化したものになっておりまして、こちら全国の、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の方々の、上のグラフでいきますと、これ加藤君もうちょっと大きくできる、はい、はい、直近、その方々が勤務されていた、業態のところと、そこからどこに転職されていったっていうものをグラフ化したような形になっております。これでいうと病院の人、クリニックの人、施設の人、訪問リハの人、企業の人っていう形で、あ、坂井さん、ちょっとかぶっちゃうんで、もうそうです、ね、これくらい、加藤君、もっとアップして、はい、もっと見えない、もっと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 、これマックスね。 OKOKOK、 うん、そうですね。これはじゃあ、このグラフの見方はどういうことですか。あ、はい、横軸に書かせていただいているのが、その方々が直近勤務されていたところで、縦軸のパーセンテージがそこから、その業態にいた方がどこに転職していったかを示しているような形になっておりますので、例えば病院にお勤めだった方が、その半分、約半分の 49.5% の方が、はい、また病院に勤めたっていうような形に、ね、病院の人はまた病院に勤める、はい、逆に言うと病院の方々の半分は病院以外に転職されているっていうような形ですね。そういうことですね、このグラフだと、はい、クリニックの方っていうのはやっぱり靴にもクリニックに行くっていうことですか。そうですね、全体通してやっぱりご経験されていた業態の中で転職されるケースは多いですね。訪問、あ、だけどそっか、訪問はこれか、あ、これですね、訪問これですね、はい、訪問はこれですね、これ訪問は6割ぐらいの人がだいたいまた訪問に行くけど、4割は他のところっていう。そうですね。これはどう解釈するんですか。やはりですね、ご自身の経験を元に転職した方が、
お給料を上げられる可能性が高かったりだとか、選べる求人も多いっていうものとかはまずありますね。そっか、同じところで経験あるから。はい、そうですね。経験あるからそこでお給料に反映することができると。はい、もう一つこちらのグラフから言えることとしては、やっぱり新卒ですとセラピストの方、かなりの割合の方が病院に最初に、医療機関ですよね、ここら辺ですよね、はい、勤務されるケースが多いと思うんですけれども、つまり分母が一番病院在籍者がやっぱり多いんですね、はいはいはい、でそこの半分の方はキャリアチェンジで違う業態に行かれているっていうところが一つ大きいかと思いますね。それぐらいセラピストの方の働く、業態というかステージが広がっているということが言えるかなと思います。全国的に見て、はい、全国的に見てごめんなさい、医療機関と、はい、例えば介護保険関連って、今求人どっちが多いですか？圧倒的に介護保険関連です。圧倒的に介護保険関連、皆さん聞きましたか？皆さん聞きましたか？我が社も求人募集しております。我が社も募集しております。その際はぜひマイナビを使うな使うな使うなっていや違うんだよ、マイナビさんは僕ごめん、なんで紹介会社でマイナビさんのこれやるかというと、マイナビさんが一番まともなの。本当にすごいまともなの。別に他のとこどうこうね、具体名出さないけど、出すなって言われるから、出すと怒られるから。そう、もう大変、出すと大変だけど、ちゃんと、マイナビさん本当ちゃんと対応してるから、うちこういうふうにパートナーシップ組んでやるけど、ひどいところ、本当ひどいの。だからね、そこら辺の話もね、ちょっとしていきたいと思うので、はい、ちょっと、はい、ですね。これじゃあ転職理由の方にじゃあちょっと移って、はい、加藤君、じゃあちょっとグラフ転職理由の方アップしてもらう。これはもう少しもっと大きくできますか？転職理由もっともっともっと、もうこれいっぱい、もっともっともっとグラフだけ出して、下の文字はいいから、はい、ね、そう、あ、いいね、これぐらいです。はい、で転職理由ですね、はい、1位が、やはりこれは昨年度のデータとも、一緒なんですけれども、こちらですね、圧倒的に、給与待遇のところここが大きいです。これ PT、OTST 全部ですか？はい、全部を合わせたデータに一旦なっております。またこの後で、職種別に分かれたものが出てきますので、はい、で2位が雇用形態働き方っていうのがちょっとよく分かんないんですけど、はい、雇用形態働き方に関しては、特に女性で多いんですけれども、ご結婚されたところでの、例えば365日リハはちょっと対応ができないとか、せめて日曜日祝日あたりは固定給で休みたいとか、はい、いった意味での、ライフスタイルに合わせたところでの転職のご利用っていうのが大きいですね。そのスキルアップは、スキルアップは3位ですね。1位が給与、2位が雇用形態働き方、3位がスキルアップ、はい、スキルアップという観点、ちょっと広い定義の言葉になってしまうかとは思うんですけれども、最近多いところとしては、例えば以前であれば、リハビリ職の方が本当にリハビリ業務に従事するというところが多かったと思うんですが、はい、それこそ、急性期 の、 ICU 出た後のような患者さんの対応であったり、それから在宅で本当に看取りとかに関わっていく部分とか、あとは例えば OT でいくと、就労支援の分野であったりという形で、働くステージ、職域が広がっているというのが一番大きなところかなと思いますね。いろんな他の今まで自分がやってたところじゃなくて、他のところにちょっと行くっていう形ですね、はい、選択肢が増えたっていうのが大きいと思いますね。その中で自分の専門性はスペシャリストなのかゼネラリストなのかっていう観点で、何のスキルを身につけるのかっていうところでの転職のご理由が増えていったと。これぶっちゃけどっちが転職しやすいですか？そうですね、やっぱり圧倒的に求人の数でいくと、何かだけに特化している方っていうよりは、広く全体にできて、その中で何が強いっていう方の方がいきますので、なので基本的な基礎を学んだ後に独自性を追求していった方が、はい、仕事選びとしては選択肢が広がりますね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ次ちょっと次の20、そうですね、そっちのグラフの方ですね。これは年代別、はい、ぶっちゃけ、はい、転職は何回までです？許されるの？そう、ご年齢にもすごくよるんですけれども、何、50代で50回転職してたらもうしょうがないし、もうちょっと難しいかもしれないですね。結局その年代その年代で、はい、これはちょっと回数多いなっていう、転職先嫌がりますよっていう数って、
あると思うんですけど、そうですね、うん、例えばでいくと、20代で、次が4社目ってなるとかなり多いです、ね、20代で4社目は多い、2年刻みぐらいのイメージですよね、大卒ですと。うん、なので次のところが3社目までで本当にギリギリぐらい、20代は、はい、20代は3つ目、はい、時に20代でもう4社ぐらい経験されているという方がいらっしゃるんですけれども、うん、はい、やっぱりどうしても雇用される側の方からすると続かないんじゃないかっていうのは思ってしまいますね。マッチングがちょっと弱くなっちゃう、はい、30代で4箇所だったらまだまあいけるか。そうですね、まあ、ちょっと本当にエリアとか職種にもよりますけれども、うん、大枠のイメージでいくと30代でいくと次が5社目ぐらいまでだと我々でいうと、まあ対応している中でいうとある事例かなっていう、うん、あ、30代だと、はい、40代は40代はもうさすがにあれかな、そうです、ね、もう特集になってくるよね40代だと。そうですね、俺紹介してるとか俺紹介してるちょっと何さんクラスはちょっとどこにっていうのが難しいです。俺もう社長嫌だもん求人は年齢が上がれば上がるほど、うん、受け入れ側のどれぐらいの方を受け入れられるかっていうのが出てきてしまうので、やっぱり求人は若い方が多いっていうのは、これはあの専門職種に限らず全般一般論として言えるか、求める方も若い人を求める方が多いっていうことですね、はい、圧倒的にやっぱり求人数でデータで見てしまうと多いですね。でじゃあここのちょっと年代別で20代30代40代50代それぞれ1位のところが全部給与待遇給与待遇給与待遇で、50代でやっと勤務地通勤時間というのが来るんですね。そうですね、やはりセラピストの方ですと、あの給与面ですね、ここに悩みを抱えていらっしゃる方は圧倒的に多いな、はい、切ないわ、聞いたみんな聞いたみんな切ないわ、うん、それなんで、まあ、求人のぶっちゃけ求人票の数字って下がってるなって思います、はい、ですね、うん、データで取ると下がってはいないんですけれども、うん、なんしいろんな医療系職種の方々の転職支援をさせていただいている身としては、はい、されていらっしゃる仕事内容とかを考えると非常に給与が、うん、低いなとは思います、うん、もっともらってもいいんじゃないかっていうふうに思う部分はありますね。特に最近なんかでいくと、うん、処遇改善加算がついた関係で、うん、介護職の方ですね、はい、この方々の給与が非常に上がっておりますので、はい、特に夜勤なんかをされてしまうと理学療法士よりも高い給与をもらうっていうケースは全然ありえているようなことかな。聞いたみんな聞いた今の切ない話でもまあ難しいね、夜勤やるかどうかっていう問題にもなってきますね、はい、僕ら。そうですね、なるほど。高額案件ってどういうものなんですか、求人の、求人でごめんね、言えないことは言えないって言っていいか言えないこと言っていい、やっぱり、まあ、介護保険なら介護保険でいただける収入っていうのは、うん、法人がいただける収入は大枠決まっておりますので、うん、今回カメラここです、あ、こちらですね、あ、違う、こっちだ、あ、こっちです、こっちだ、こっちだ、こっちだ、はい、決まっておりますので、例えばそれこそ訪問看護のような業態で何件回ったらいくら入るっていうようなもので、自己努力で件数を増やせるものなんかは比較的収入を稼ぎやすいなとは思いますね。もうそれ以上のやつになってくると今度はもう本当に特殊案件になってくる。例えばエリアマネージャーを、はい、ここでお願いしたいとか、こういう事業の立て直しでこういうふうにしたいとかっていうと、はい、そうですね、例えば病院でも訪問でも管理職の方の募集とかですね、はい、主任職の方の募集っていうのが時にありまして、うん、この時なんかは通常の平均値よりもかなり高いものは出ますね。あ、基本的に経験者の方の募集で、うん、我々に登録いただく方々、ユーザーの方々は、経験はしたことがないっていう方が多いので、はい、そこのミスマッチは少し起きてしまっているかなと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、いいですよ。じゃあこの、ここだけど1位はそれほどあんま変わんないけど2位がすごいなんかあれですよね、はい、バラエティに飛んでますよね2位は。そうですね、うん、20代はまあスキルアップ、まあそうですね、20代はまあやっぱりスキルを、はい、ねえ、やっぱりしっかりつけたいなっていう。30代の2位が雇用形態働き方。そうですね、特にこれは女性で多いかなと思うんですけれども、うん、ご結婚されてお休みを旦那さんと合わせたいとかですね、うんうん、それこそ最近ですと旦那さん側で、子供が生まれたので、せめて日曜日ぐらいはご自宅にいたいとかですね。そうですね、ちょっと、いくつかちょっと藤本さんから質問が来てますね、はい
マーティーさんから来てます転職理由のカウントは延べ数でしょうか。まあ、1年間のこれは どういう延べ数、延べ数1年間の、まあ、その登録した人の転職したい理由っていうことですよね。あ、こちらこ転職理由、あ、こちら、はい、そうですね、このグラフは今年、1年間分のデータをまとめて1年間分のデータ、はい、一人一人のデータを、はい、っていうことですね、の合算値ですね、はい、はい。藤本さん、また低い高いの基準は売上に対する人件費率からの判断してのことでしょうか、それとも他職種との兼ね合いでおっしゃられてますでしょうか。そこで言いますと、先ほどの発言としてはどちらかというと後者の方でして、うんうん、医療マイナビでは、例えば薬剤師、看護師、介護職、はい、保育士とかですね、医療に関わる方、また福祉に関わるような方々の転職支援全般にやらせていただいておるんですけれども、うん、その中で見ると非常に給与は高くはない方かなと思いますね、うん、保育士さんがだいぶ上がってきたって言ってましたね。そうですね、保育士さんでいくとやっぱり、待機児童問題で保育施設を増やさないといけない中で、はい、なかなか給与面とかも以前は低くてですね、うん、人手が集まらないっていうのもあって、今国が補助を出してくださるようになりましたので、はい、それもあって、例えば家賃の8割9割負担とかですね、手当が非常に手厚くなったことで、うん、保育士さんの働く待遇っていうのは非常に改善されつつあるなと思います。はい、ありがとうございます。藤本さんがぐいぐい来ます一人で複数回答ありですか。あ、この転職理由の方ですね。基本お一人一つ選択になっております。一人一つ選択だそうです、はい、藤本さんよろしくお願いします。ごめん、怖いからやめて、あなたの質問ドキドキするのよごめん、もう今度焼肉おごるからもう許してよはい、そうですね、そんなところでしょうか。はい、じゃあちょっといろいろ面白い、はい、あ、ごめんなさい、あともう一個気になるのが、はい、これこの2位のところの40代のところの40代が、はい、労働時間休暇ってあるんですけど、はい、これ40代の労働時間休暇ってどういうことですか。そうですね、40代以降の、転職の方々で多いご理由としては、ね、まあ少し体力的なところで、うん、もう少しお休みを増やして働きたいというご理由がまずあります、ね、はい、で徐々に出てくるご理由としては、親の介護とかですね、での労働時間の制限とかは出てくる、まあ、3番の家庭事情なんかがそれに主に当てはまるかなと思うんですけども、うん、少し類似したところでこの 2,3 はそういったところがあります。今日それは僕も一言じゃないですからね、もうだん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 そういった話題での転職は、うん、40代50代で結局来るのが晩婚化日本がしてきて、はい、結局本当に子供の子育てと親の介護がダブルで来るっていうケースが、はい、そうなるともうね、ちょっともうそれを理由に退職されてしまう方、離職されてしまう方もやっぱりいらっしゃるぐらいですね、うん、ですか、分かりました。最近じゃあ15分経ったので CM したいと思います。我が株式会社ジーンでは、PTOTST 愛知県下に、5カ所の訪問看護専所の2カ所の通所介護事業所やっております。パートさん正社員両方とも募集しておりますじゃあうち給料いいでしょ。はい、いいとうちいいでしょ。いいです、いいでしょ、うちうちだってねえ、ちゃんと社長が PT だからちょっと頑張って、頑張ってねえ、ほらマイナビさんもうちほら人員はいいって言ってるやらせみたいな言い合わせてる。はい、じゃあちょっと次のグラフにちょっと移りたいと思います。これは PT を、あ、ごめんなさい、まだ CM があった、うん、すいません、この、リハノミチャンネルでございますが、皆様の Facebook ページ、Twitter の、いいね、リツイート、もしくは YouTube のチャンネル登録で成り立っております。その数字が、多ければ多いほど、これからもたくさんの先生をお呼びできますので、何卒、こちらの、番組の方のリツイート、シェア、もしくはいいねをよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと転職理由に関して、職種別の、じゃあ次のスライドを、あ、じゃあ次のスライドを。はい、じゃあまず PT の方から大きく、もうちょっと大きくできるかな、もう振り切れてるやつはいいから、文字横のグラフの文字が見えるようにしてもらいたいな理学療法士の転職理由、はい、1番は、給与待遇の、給与待遇が1番だそうです、
みんなどれだけがっついてるのこれ逆に低いんですか PT、 ごめんなさい、 OT とか ST とか、まあ、1位は1位なんですけど、はい、圧倒的にすごいぶっちぎりじゃないですか、理由が、そうですね、給与待遇が、はい、そうですね、理学療法士の方でこれだけ給与待遇が多いのは、うん、医療職の中では珍しいと思うんですけれども、うん、男性比率の高さもあるかと思います。我々って実際に、うん、現場でこうキャリア支援させていただいて、はい、一番多いのは20代中頃から後半の方が結婚を考えていて、はい、まあ、給与アップ、キャリアアップをしたいっていう方のご登録が圧倒的に一番多いですね。そっか、このままじゃもうちょっとご飯食べれないよって思っちゃう。そうですね、まあ、全員が全員そうではないですけれども、うん、まあ、医療現場でその中でご結婚される方も多いと思うんですけれども、はい、その中で奥様が例えば看護師さんだと、うん、どうしても奥様の方がだいぶお給料が高くなってしまったりとかですね、その辺り割と真剣な悩みとしていただくケースが、なんか胸が痛いわえ、マジで、まあ、そうだよね。そうですね、うちも神さんナースだけどさ、はい、そうだもん。特に夜勤なんかされてると、ね、さらに、うん、全然違うね、ナースとは。酒、はい、井さん、奥さんナース？え、うん、うちは専業主婦になっておりました。身内ネタはやめろ、じゃあ2位が、スキルアップ。だけどこれだいぶ下がり、半分ぐらいですもんね、半分以下ですもんね、2位の理由が。はい、そうですね、給与待遇、はい、そうですね、まあ、あと先ほどお話したような同じ特に介護保険分野で働いていらっしゃると、はい、介護職、介護福祉の方の給与が上がっていることによって逆転、もともとは多分理学療法士の方が給与が高かったと思うんですけれども、 そこの逆転が起きているっていうのもあるかもしれない。今回のまた10月からの処遇改善加算の追加で、はい、すごいことになるよね。そうですね、我々も同じく介護職の方の転職支援もさせていただいておるんですけれども、もう年々急ピッチでお給料が上がっていってるような状況ですねこれ実際の転職市場で酒井さんが肌感覚であるのが、はいはい、これひょっとしたら理学療法士から介護福祉にジョブチェンジする人出るんじゃないかっていうのってあります？実はすでにですね、うん、一部あります。おお、まだ決して多くはありませんが、うん、求人としてたまにいただくのが、うん、理学療法士資格を持っていて、うん、ただ募集は介護職のポジションだってっていうもので、介護職の方のお給料で結果転職される方とかはいらっしゃいます。いらっしゃいましたって感じですけど、数件事例としてあります、ね、あ、これ多分増えるね。はい、増えても、ね、おかしくはないと思う。もっと言うと西日本の方なんてすっごい人口多いじゃないですか、 PTOTST の。そうですね、はい、そうなってくるとそっち側の方に流れることは考えられるね。そうですね、我々は全国単位で転職のご支援させていただいておるんですけれども、西日本エリアで行くと、うん、まあ、セラピストの方の求人よりも圧倒的に介護系の求人の方が多いですね。へえ、そっか、はい、もう有効求人倍率が明らかに違います、ね、いやだ、もう耳が腐る聞きたくないあ、そう、そうだよね。でまあ、その中でご自身のスキルで専門性を出していきたいとか、高めて、より自分の価値を高めたいっていう理由でスキルアップっていう理由が伸びているのかもしれないですね。はあ、面白い話聞いてありがとうございます、はい、じゃあ次、作業療法士さんの転職理由に関して、あ、これは作業療法士さん結構なんか結構いろいろ拮抗してますね。それでも一番は給与待遇なんですよね。そうですね、うん、先にご説明差し上げた、理学療法士との違いでいくと、うん、男女比率が作業療法士の方の方が女性比率が高いというのもありまして、はいはい、雇用形態、働き方というような理由が増えていってるという形ですね、はい、うん、雇用形態、働き方、あ、そうか、だから、まあ、パートさんとか、はい、お休みのところを変えるために、うん、そうか、だから女性が多いから3位が転居なんですね、旦那さんの。はい、そうですね、なるほど。作業療法士、うん、作業療法士の方が今求人多いんですよね。あ、もう、はい、もう数年前から圧倒的に多いですね。逆転、ほら、OT がどんどん定員割れして少なくなっていった影響が今まさに出てきてるんですよね、はい、まさにその通りですね。例えば、うん、ちょうど今国試を終えた学生の方の登録なんかを結構増えているんですけれども、本当OTの方ですと新卒でも OK っていうような求人がもう
過半以上。へえ、中途募集の枠の中でですね、それくらいまあ人手が足りないっていうお声が多いですね。聞いた、みんな OT の皆さん OT の皆さん、うかばらしいですよ。そうですね、PT と OT のそこの有効求人倍率の差はかなり大きくなっておりますね。これ転職するときに希望年収ってやっぱり攻めた方がいいですか、自分、そうですね、上限下限決めてから攻めた方がいいのか、どういうふうに考えたらいいですか、自分の市場価値っていうのは。ですね、まあもちろん現実的にこれだけないと生活ができないなんていうこともあると思うんですけれども、やっぱり高すぎるお給料を希望されるのであれば、でかつ現職がそれを満たしているのであれば、転職しない方がいいっていう選択肢も多分にあるかと思います。転職しない方がいい時ってそういうの、もうストレートに、はい、伝えますね。目覚ましてくださいよ、この給料どこも出しませんって言うの。あ、もう使ったを叩く気があるかないかはありますけど、本当実際ご登録いただいても、例えばその月に登録いただいた方の、本当にあの転職されない方の方が多い状況ですので、これだったらやらない方がいいよっていう人もやっぱりいるんだ。はい、まず間違いなく一定数はやっぱりいらっしゃいますね。なるほど、そういった時に言えるかどうかってすごくなんかしんどくない？あ、そうですね、変に転職を斡旋しても、先ほどの先の転職回数の話ではないですけれども、転職回数が増えていけばその方のキャリア形成の中においてリスク面でもありますので、転職した方がいい方はもちろん精一杯探させていただきますけれども、面接するんですよね、マイナビさんって必ず。あ、そうですね、我々の言葉では面談という形で呼ばせていただいておるんですけれども、お仕事探しの前に一度弊社の、各全国にオフィスがありますので、そこでお会いしてキャリア相談をさせていただく。俺が言ってもそんなに乗ってくれる？ちょっとイルスを使わせていただくかもしれないですけど基本的には我々は対面でお会いするっていうのを大事にやらせていただいております。その際で結局本当にやめた方がいいといるじゃないですか、はい、もうまず間違いなくその、はい、その時にはやっぱりまあもう現場感覚でも起こる、いやこれはもうこのっていうのはしっかりと伝えるっていう形で。はい、そうですね、その方にとって幸せにならないケースが多くなってしまうと思いますので。なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあ次は言語聴覚士。ちなみになんか一枚一枚のスライドをなんか絡みながらやってたらすごい時間が過ぎるのが早くてもう終わらないくらい、ちょっとじゃあ、はい、次、いいです、言語聴覚士の定職員で、はい、ST さんの、特に ST さんも一番は給与待遇なんですね。そうですね、こちらの点ですね、補足させていただくと、ST の方でいくとやはり労働人口がまだ、3万人前後ぐらいですね、非常に PT、OT と比べてまだ少ないので、データ我々のデータも少ないと思います、はい、なるほど、なんで現場感覚の部分でお話を申し上げますと、言語聴覚士は一人職場が多いんですよね、まだ配置が言語聴覚士が一人のみ、もしくは新規採用とかが多いの で、で一方で言語聴覚士の方からすると一人の職場は不安が大きいと、なった時に病院を希望される方とか、介護施設で複数名 ST の方がいらっしゃるところを希望されるっていうケースは多いですね、職場の環境を重視する方が多いってありますね。そうですね、今申し上げたような点を総じて割と職場の環境っていうふうにおっしゃる、何名体制かみたいな部分とかをそうおっしゃる方が多いですね。そういう教育体制とかそういうことですね、はい、教えていただける環境があるかっていう。分かりました、ありがとうございます。じゃあ次は登録状況に関して、これぜひ登録状況はじゃあ次のスライドをちょっと、で加藤君、これ上の話はいいか、下のグラフをちょっと出してもらえる？下のグラフがすごく意味がある。あ、そうですね、でちょっとごめんなさい、また藤本さんから藤本ちゃん藤本さんからの質問です。転職紹介で KPI ってマッチング数になるのでしょうか、他にもあれば言える範囲で教えてほしいです。キーパフォーマンスインディケーターが、はい、マッチング数で考えるのか何かで考えるのか、いやこれは経営になるかちょっと言えないよね。我々側がっていうことですよね。あ、そうです、 KPI ですから、そうですね、まあ例えばで言えば一つ入り口の段階でいくと、何名の方と月々お会いできるかっていうのはすごく大事にしております、先ほどの通り全員の方が転職をすべきではないケースが多いので、
お会いしてお話した上でどうなるかっていう部分が大きいんですね。なんか KPI としてはごめんなさい皆さん、 KPI っていうのは、キーパフォーマンスインディケーターといいまして、そのいろんな事業運営とかをしていくのを、数値化をして、その数値を達成することによっていろいろなその事業の、まあ、成立を成り立たせるための キーですから、その一番重要な数字は何かっていうのを見極めるのが、KPI っていう数字になるんですけど、会った回数は非常に大事にしておりますね。最初は必ず登録後お電話で一度お話しするので、我々のサービスの質が良くなければお会いしたいと多分思わないんですよね。なのでそこでの関係構築とか、その方に信頼していただくっていうのは、我々が社員教育するときでもすごく大切にしているポイントですね。うちの会社 KPI が2つあって、はい、1つは事業収益なんですけど、はい、もう1つはステークホルダーの満足度なんですよ。でアンケートなんですよ。でステークホルダーってすごくたくさんうちいるんで、はい、だそれに全部1年に1回アンケートブワーって全部郵送で送って、それでもう去年の数値との比較で、はい、それがその事業部門の評価なんですよ、ね。なるほど、確かにステークホルダー多いですよね、利用者の方から社員から。そうですそうです。、はい、30分経過、はいはい、分かりました、はい、じゃあ次、じゃあ加藤君、下の、ね、数字はいいから上のグラフ、そこの棒グラフだけがもっと大きく見えるようにして。もうこれでいっぱいです。あ、これいっぱいね、はい、OK。 これ、これをちょっと、このグラフのちょっと読み方を教えてほしいんですが、あ、はい、ですね、こちらのグラフですと、2018年4月に、就職をされた方々がいつまず弊社に登録いただいたかっていうのが登録というグラフになっておりまして、一番多いのが何月ですか。こちらの中で、一番多いのが10月ですね。10月、半年前から転職の準備を始める。はい。これは面白いですね。逆に、もう10月、あ、そうか、逆算か。あ、なるほどね。ああ、はい、いいです。そうですね。10月が一番多い。10月に登録いただいた方が一番多くて、選考開始した時期でいくと、こちらのグラフですと11月が一番多いと。10月に登録して11月から選考、いろんなところ面接受けて、はい、で決めるのが、決定のタイミングでいくと、まあ、駆け込みで最後決められる方も多いので、結果論としてはこの3月が 21.8% という形で多いですね。セラピストの方の転職の、まあ、どうやって成功させるかっていう観点でいくと、一般的な転職支援よりも非常にこうスパンが長いんですね。やっぱり病院にお勤めの方が多いので、3月度年度末ではないと退職ができないという方が多いので、はい、それさ、なんか いっぱいいろんなとこ言うけど、はい、なんかあれ何なの？何なん？正直法律では何も決まっていないので慣習によるところが大きいと思うんですね。あれね、すごい話だなって思うけどね。そうですね、ですので我々でも4月の入社者の方が年間12ヶ月ある中の、5割前後ぐらいを占めてるんです。だけどこれだけうちでもそうなんだけど、はい、やっぱり早めに来年度っていう人はいい人材が多い印象がある。あ、おっしゃる通りです。マイナビでいうと学生の就職活動の部門も一番大きな部門としてやらせていただいておるんですけれども、やっぱり優秀な学生ほどやはり早く動くっていうのがありますね。転職も同じかと思います。あ、ごめん下の方でいい。はいはい。で最近のトレンドとしては、この転職開始時期が非常に早まっておりまして、こちらのグラフですと、まあ、パーセンテージでいくと秋口ぐらいから、9月10月ぐらいからどういったって始まってきて、はい、から、転職活動を開始される方が多いんですけれども、もう年々これが早まっておりまして、来年あたりも4月から来年の4月のためのとか。そうですね。ちなみに2018年4月入職の方ですと、我々で申し上げますと5月にもう職場決定されている方が出てますね。11ヶ月後ですか。はい、どんだけ長い事業計画なんだ、すごいな。だけどそれそんなに考えてんだやっぱり、まあ、はい、いるところに迷惑かけないようにっていう。そうですね、もう先に決めておいて引き継ぎをしっかりやって、後輩教育から何から全部やってっていうような方がしっかりされた方が多いです。すごいね。へえ、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと次の方もちょっと移りましょうか。あ、これは今度、じゃあ次のスライド、はい、あ、
じゃあこれは東京と関東地方の関東地方のグラフですね。そうですね。ここでじゃあちょっと言いたいのが、はい、あんまり言うことないですね。地域差を出しているんですけれども、まあそうですね、直近の業態から、希望された業態という部分で、直近の業態からホームリハビリテーションがめちゃくちゃ多くない？はい、東京こちらがちょっと押さえておくポイントでして、関東圏がですね圧倒的に、訪問看護ステーション訪問リハビリステーションの求人が多いんですね、ですので求人が多いので人を集めるためにというのもあって、有効求人倍率が上がりますので給与なども上がると。ですのでこの業態で先ほど転職したいご入学給与っていうのが多かったと思うんですけれども、それも相まって訪問、看護ステーション訪問リハビリステーションに就業される方が圧倒的に多いですね。うちねけどねさっきそういう歩合制で運営っていう話したじゃないですか、はいはい、うち歩合制取らないんですよ、うちの会社。なんでか分かる？何でしょう？利用者さんの囲い込みが始まるから。ああ、で必ず僕ら年代が若いから、はい、いろんな理由で例えばね退職とか、はい、これからもライフステージがどんどん変わっていく、で会った時にその複数名で関わってないと次にうまく受け渡すことできないのよ。だからとにかくちょっとそこはやめてみんなが複数名で関われるように、はい、あえてそういった形態を取らないっていうのがうちの会社のポリシーなんですよね。働き手の方も最後はやはり チーム制というか全員で見る方がいいっていうふうにおっしゃるケースですね。やっぱり学びも多いですし、複眼的な指導があるの でお休みの面なんかでも担当制ですと全部自分でこう処理しないといけないとかですね。それはあるかもしれない、じゃあちょっと東海地方の方を見てみましょうか。じゃあ次ちょっとじゃあ1枚送ってもらって、はい、東海地方の訪問リハビリテーションこんな多いの？そう、こちらのグラフでいくと、直近経験されていたところからどこに働くという部分ではあるんですけれども、やはり、東海とあと次のスライドでお見せする関西圏に関しても、共通して、関東圏と比べると圧倒的に医療法人が多いですね、就業先としては。なるほど、じゃあちょっと次も行きましょうか、はい、じゃあでちょっと関西だとまたちょっとあれですね。関西クリニックが多いんですか？クリニックからクリニックへっていうのが、関西ですと、これちょっと分母が記載がないのであれだと思うんですけども、やっぱり医療法人での検定が多いですね。年々訪問リハの割合は増えてはきてるけれども、関東圏と比べると半分以下ぐらいに総数でいくとなっているような形ですね、はい、ありがとうございます。さあ次がちょっとねどうしても出したかった。さあ皆さんお待ちかね年収データでございます。年収データ、あ、いいね、これぐらいの大きさでいくといいね。これが一番下が年収が、一番下のここら辺であるのが、大体600万円以上、はい、加藤君ちょっと、関東のこのそうそう一番端の数字が切れてる。そう、数字は切らさないで、どれか分かる？ちょっと下、うん、違う、一番、下ですか？うん、違う、上のグラフの上のグラフの一番左が 0.4% っていう数字が見えるようにして、そう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 、ここね 0.4% 0.4% はこれは何？ 0.4% は600万円以上の人を、はい、現場でもですね、その600万円以上の年収をいただく方のご支援というのは年間で1人いるかいないかとか、それぐらいの割合になっておりまして、主なボリュームゾーンとしてはこちらのグラフでいうところのやっぱり、エリアによりますけれども300万円前半の方と300万円後半の方、ここが圧倒的に多いですね、300万円台の転職が一番多い、はい、関東圏ですとそれが300万後半になりますし、東海関西圏もしくは、それ以外のエリアなんかですと、300万前半半ばぐらいが結構多いかもしれません、東京でもそうなんですか？関東圏でも400万円出ると結構高い方のカウントになりますね、ただ我々のカウントは基本的に残業は変動するものだと思いますので、そこの部分を抜いているっていうのはちょっとあるかもしれないですね。
臨床、そっか、臨床 10年目ぐらいのイメージだと、大体いくらぐらいの転職の金額が相場ですか？10年、勤める業態で結構変わってきてしまうんですけれども、10年目ですと、例えば、お給料が比較的高い訪問看護ステーションなんかですと、400万円は確実に超えてくるかなというところですね。ただじゃあそれが500… 10年目だったら確実に超えてますね。それは多分高い方だと思いますね。関東圏は比較的相場が高いので、400万円前半から半ばぐらいがあったりするんですけれども、東海近畿圏なんかですと400万出ないケースの方が多いです。300、400スレスレぐらいの、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと関東のクリニックの方だけど、なんか、あ、そうか、ごめんなさい、あ、いよいよクリニックの方で、クリニックの方、あ、ごめんなさい、これは東京東海関西ですもん、東京東海関西ですもんね、はい、の道ですもんね。これでいうとクリニック勤務だともう東海圏で600万円以上の案件はないんですね、東海関西。そうですね、またこちらに記載がない話でいくと、東海圏と関西圏でのクリニックの決定って割合がすごい少ないんですね。東京圏、まあ、関東圏が非常に多いかなと思います、はい、整形外科クリニックだったりとかですね。まあそうでしょうね、うん、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次のところは施設ですね。はい、施設のですね。施設と、これは送る、あ、送って、あ、送ってる、はい、あ、ありがとうございます。施設ですと、これも基本的に相場変わらない、ね、そうですね。施設、まあ主に老犬、はい、デイサービスあたりですね、うん、関東圏なんかですと、そういう有料老人ホームなんかも含まれてくるような形ですかね。港区とかだとめっちゃ給料高いんじゃないですか、赤坂とかにあると。そうですね、やっぱり訪問施設でもそうなんですけれども、立地がいいと人手が割と集まるんですよね、逆に、はい、ですので我々確かさ、池袋のすぐ裏になんか老犬あるよね、池袋の駅の、はい、こんなところにあるんだと思ったけど、結構関東圏ですとすごい都心に介護施設がたまにあったりするんです、ね。前のところだとまあまあそんなね、行きやすいからあれなんですね。あ、宇野さんからの質問ですね、はい、九州圏のデータはありますか？セラピストの数は他の地域よりも多いのではないかと思うのですが切ない話するぞ今から今から切ない話するぞ、九州の話どうぞ。はい、はい、九州もですね、我々で申し上げますと福岡と鹿児島なんかに支店があって、はい、転職のご支援させていただくんですけれども、はい、九州圏でいくと、全国の中で一番求人が少ないんです聞いたみんな、はい、それもあって、お給料の相場もやはり低いですし、うん、学生の方なんかでもお仕事が見つからない、まあ、もしくはより高いお給料を求めて関東圏とか、はい、まあ、近畿圏とか東海圏に出てこられる方が非常に多いですね、エリアを変えている方。ですので学生なんかで行くと人の採用が困難な関東圏の、うん、病院さんなんかで行くと、九州までわざわざ出向いて、セミナーをやったりとかはありますね。本当、はい、あ、うちもやろうかな。あ、非常にもう割となんていうか一個有効な手段の一つとして採用活動でやっていらっしゃるケースは多いですね。関東圏であるのはその転居費用のご支援だとか、ケースとしてあるのは面接費用を法人が負担しますとかですね。ああ、いい話聞いた。あ、ちょうどいいよ、俺親父福岡だから親父福岡で、神さんの実家、神さんのお母さんは熊本だから、はい、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、あ、これから九州の方で求人を探せばいいのか。はい、宇野さんありがとうございます。やっぱり過剰状態なのですね、苦笑そうなんです、ごめんなさい。藤本さんからまた質問です、はい、企業からの療法士探しも受けられることはありますか？その場合年収も同様でしょうか？今さまざまな企業で、はい、ね、求められてる、要するにもう医療法人じゃなくて、こういう訪問看護ステーションでもなくて第三の業で、例えば自費でやってるところとかいろんなところあるんですけど、そういったところからのオファーっていうのはあるんですか？そうですね、例えば実際に出ていらっしゃる、言えなかったらいいよ、あ言えるところでいきますと、例えばですと、医療機関 の, 新薬開発のための治験の業界なんかですと、本当に 2,3 年前は、看護師、臨床検査技師、あたりですね、うん、この
職種経験者の方の未経験募集だとそこが中心だったんですが、うん、最近になって、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の方なんかもその対象に含まれるようなケースが出てきましたので、今年あたりですとすでにその決定事例転職のご支援の決定事例が複数出てきているような形でですね、はい、働くフィールドっていうのはそういった意味では広がっていると言えるかなと思いますし、うん、東京都なんかですと、自費診療のクリニックさんとか、クリニックで自費診療、あ、そうですね、東京は怖いところだ東京は怖いところだ、まあ、そのはい、数は多くないですけれども非常に有名なところとかも含めてありまして、そこでリハが募集されてるとか、はい、そちらなんかですと名前はあれですけれども、まあ、本当に全国から患者さんがいらっしゃるっていうふうに聞いておりますね。わかります、はい、本当東京は怖いところだと思いますでもあんなとこ住めますね。いや、私もうちょっと田舎の埼玉の方に住んでおりますね本当、はい、わかりました。じゃあ訪問セラピストの年収の方で、じゃあ藤本さん回答よろしいでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、ご質問、はい、当たり障りのないのにしてくれましたねありがとうございます、はい、じゃあ、訪問の方はやっぱり、まあ、こういった形で、まあ、なんて言っていいのか分かんないんですけど、ボリュームゾーンが少しちょっと下に下がってきてるんですかね。そうですね、やはりお給料が全般的に、関東圏の訪問は非常に高いですね、はい、明らかに給与レンジが違いますね。50万から高いと100万円ぐらい変わってくるような形ですね。東海近畿と比べてですね。特に訪問の業態はですね、病院はそれでも30万から高くても50万以下の差ぐらいなんですけれども、訪問においては50以上、まあ、100万円前後ぐらいの差とかが出てきてしまっているような形ですね。そっか、だけどそうなんでしょうね、はい、健全な競争が始まってるんでしょうね、その訪問分野では、はい、僕はっきり言った、藤本さん、良い情報ありがとうございます藤本さん彼は豊津っていう、はいはい、わかります、はい、東京のエビックって自費のリハビリテーション施設の立ち上げをやった PT で、はいはい、またちょっと、またちょっとぜひ、はい、東京で東京でまたそうです、そうか、健全な、そうですね、健全な競争ですね。僕なんか訪問なんてこんな面白い仕事ないって思ってるんですけど。そうですね、そうですね、やったことないでしょ。私もちろんないです、やったことないんですけれども自分がリハビリ職で就職するなら訪問がいいです、うん、私は。いや、僕すごくね、この仕事やりがあるなって思うんですけどね。ごめんなさい、もうえらい進めないといけない、はい、じゃあ次の入職前自体の分析、あ、そっか、入る前にちょっともうやっぱり入りませんわっていう、はい、そうですね、こちらのスライドですね、はい、ちょっとこちらのスライドをあえて出させていただいたのは、はい、もしこれから転職をお考えになられる方がいらっしゃればっていうところなんですけれども、はい、実際に、転職活動をして、いずれかの月で決定をされて、はい、で入社月がそこから数ヶ月後、まあ、長いと半年以上先に来るという形なんですけれども、はい、この入社前自体っていうのはもう本当に我々マイナビとしてはゼロにしたいっていうふうに考えておりまして、誰も得をしないいいことがないというふうに思っていてですね、ある一人の方が そちらのある法人に入社決定、はいはい、されますと法人側は採用をストップするんですね、はい、例えば1名枠募集ですと1名決定するとストップをされますので、その方がいかなる理由だったとしても転職のことをやっぱりやめたというようなキャンセルをされてしまうと、1抜けたとか1抜けたされるとあれなんですね。我々みたいな仲介はともかくですね、法人側がやっぱり多大なご迷惑をかかるんですよね。採用ストップしていて直前で、はい、辞めたとなってしまうと急に人を探さないといけない、はい、もしかしたら制服もご用意されている医療機関もあるでしょうし、はい、訪問だったら、ね、車も用意しちゃうね、凄まじい固定費もかかりますし、もっと言うとその先にいらっしゃる患者さんがですね、うん、受けたかったリハビリを受けられないとか、うん、そういったことになってしまいますので、この転職活動をする上でこのご自身のところできちんとルールを守るっていうのは非常に社会人として大事かなと思って、あえてここは載せさせていただきました今コメントで竹林隆さんが今大阪でちょっと准教授されてる人で、はい、私 OT だから仕事がありそうだ助かるってもうあなたは食の心配しなくていいでしょあなた大丈夫でしょ
ですかね。困るよ、竹林さんがキャリア相談に来たら。ちょっとこちらからかしこまってしまいますね。まあまあ、だけど入職前自体っていうのはお互いにとって良くないから、はい、それをなるべくちょっと避けたいので、はい、ちょっとこのデータを出させてもらったと。そうですね、うん、まあ、こういった形で家庭の事情だとかご体調だとかですね、はい、まあ、避けがたいようなご理由も正直一部あるんですけれども、例えばおめでたい話で妊娠されたとかですね、はいはい、いろんな理由があるんですが、まあ、しっかりその先にある受け入れ先の法人であったり、その先にあるリハビリを待っていらっしゃる方々にのことも含めて、こちらの部分というのはしっかり責任を持って対応してほしいなというふうにはすごく思います、うん、なるほど。ちょっとお聞きした、これってだけどそんな多くないでしょ、ぶっちゃけ PT OTST って。あ、はい、このような話をしておいてあれなんですけれども、PT OTST の方でいくとこの事例は本当に少ないです。年間の中で何本あるかっていうぐらいの話なんですけど、これさっき酒井さんと話してたんですけど、 PT OTST の職場の入ってすぐ辞める率っていうのが医療職の中で異次元的に少ないんだって。はい、そのデータは、そのデータもある。はい、あ、本当。あ、じゃあ、ちょっと待って。あ、じゃあそのデータまた後からだから入職前の話をもう少し、はい、したいんですけど、これちょっと家族事情の方、家庭の事情が一番 48% 多いんですよね、入職も。そうですね、はい。これちょっと笑ったの、家族の反対ってなんだっていう話です。なるほど。家族の反対って何、はい、何家族の反対点を。こちらはですね、まあ、お若い方から、ご結婚、既婚者の方でもこの理由あるんですけれども、例えばお若い方ですと、親がこの法人さんは行くのやっぱりやめときなさいっていうようなことですけど、まあ最初に確認しておいたらっていうようなとかですね、まあ、もう社会人なので自分の意思で決定したらっていうところはあるんですけど、うちの会社一回親が退職の電話かけてですか。いや本人から電話かけさせてくださいって社会人ですからって言って切ったときは。ですね、あとはご既婚者の方ですと、まあ、うん、給与を理由に転職される方が多い中で、一方でご自身のやりたい仕事があるっていう時に、はい、まあ、奥さんであったり、まあ、旦那さんからこの給与とかこのお休みの少なさだったら転職しない方がいいっていうような引き止めがあったりとかですね、ですので、まあ、こういった誰もこう幸せにならないような入職前自体を減らすためにも、事前にそういったご家族と関わる方々とお話をしておくのをお勧めいたします。僕ね、けど起業するときね、はい、僕の給料ね、一月愛知県の最低賃金の12万6千円だったんですよ。12万6千円だ僕の給料、はい、で、かみさんに、はい、もうもう毎月必ずこの金額だけ、まあ、30万円入れるからって、はい、ね、だから30万円はだから他にアルバイトして、あ、他にアルバイトして30万揃えて出して、で、まあ、会社からは12万8千円、12万6千円か、はい、で 俺よりも従業員の方が給料いいのっていう状態が続いたけど、まあまあそれをなんとかやってきて、はい、だからまあこれはまあ僕ら起業した人間からのアドバイスで適正かどうか分かんないけど、やりたいことあるんだったら、まあかみさんを納得できるだけの給料を、うん、稼いできて、別にバイトじゃいいんだから。そうですね、バイトじゃいいんだからな。ちょっとまあそこら辺の腹のくくるぐらいはね、やりたいことあるんだったら、まあちょっとは自分の、ね、汗かいとけっていうことは、ね、お伝えしたいと思います。コメントいただきました藤本さん、はい、竹林さんは給料が高いので多分ないです。はい、ありがとうございます。なんか生々しい話。はい、じゃあ次、早期退職の分析で、はい、こちらが最後です、ね、これ最後ですね、はい、でこれ皆さんにちょっとお伝えしたいんですが、本当にマイナビさんからのお話の中でも PTOTST っていうのが、やはりこれは私すごく僕が誇らしく思うことじゃないと思うんですけど、この早期退職が少ない、すごくその PTOTST の根本的な真面目さを表していることだと思うんで、すごく嬉しかったんですけど、もう一度ちょっとじゃあここら辺の解説をお願いできますか。はい、先に申し上げた通りですね、我々マイナビでは、医療職の方全般に、看護師薬剤師もそうですし、お医者様から、はい、保育士さんと、まあ、全般にこう転職のご支援をさせていただいておるんですけれども、その中でいくと、PTOTST の方の、まあ、入社して辞めてしまう率っていうのが圧倒的に一番低いです、うん、で我々対面でお会いさせていただくのが前提になっておりますので、はい、お会いしておりましてもやっぱりキャリアアドバイザー一同ですね、まあ、非常に気持ちのいい方が多いと、はい、だけど時々こいつやばいなっていうのもいるでしょ。いやでも本当にセールスの方はほとんど
本当、はい、なんで我々もいろんな職種の方を経験したキャリアアドバイザーももちろん在籍しておるんですけれども、やっぱり一番真摯にこう転職本気でしたい方には叶えてあげたいというふうに、もちろん高いモチベーションでやらせていただけますし、かつこの辞めてしまう率も圧倒的に一番低いっていうので、非常になんていうか自分たちの仕事がきっちりこう意味のあるものだっていうふうに感じられてですね、非常に一度嬉しく、僕だから言うんですけど、紹介会社うち積極的に使ってるんですよ。で結局なんでしょう、これも使いどころの話で、ね、使うのも自分で探すのもいいし、だからみんな並行してやればいいと思うのね。自分で探せばいいし、紹介会社さん使えばいいし、ね、いろんなことを考えればいいと思うんだけどね。そうですね、本当に紹介会社でいうと選択肢の一つっていう形かなと思いますので、可能性を広げるために使ってくださるっていう方が一番多いんじゃないかと。それが多分健全ですね。そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと、質問です、はい、山川さんかな、途中からなので聞き逃していたらすいません、データは公表しているのでしょうか。このデータって公表されてるんですか。あ、はい、ちょうど、会社の確認も全部済んだものになっておりまして、我々の取引先の方にお渡しをさせていただいております。あ、このデータは、はい、主に法人の方にお渡ししているデータになります。だからネット上に公表とかはできないんですね。そうですね、うん、ごめんなさい、この動画上でよく見てください。申し訳ありません。はい、まあ、というところで、本日の放送すいません、最初始まりがだいぶ遅くなってしまって申し訳ございません。それでは、他いいですか、よろしいですか、質問また質問ありましたら途中まだ少し時間ございますので質問してください。はい、次回の予告でございますね。次回の予告、次回のリハノメチャンネルは、3月19日火曜日20時から21時まで、兵庫医科大学リハビリテーション科医局長医師の、内山由紀先生と、西宮共立リハビリテーション病院リハビリテーション科副部長、医師勝谷正史先生をお呼び、お迎えいたしまして、リハビリテーション医学最前線第56回日本リハビリテーション医学会学習会の注目点と題し放送いたします。3月の19日でございます。いやー、なんかすごい話になってきました、リハビリチャンネルも。もう盛り上がってます、ね、盛り上がってます、はい、うん、ですね、ぜひまたこちらの方もご視聴ください。またね、すごくたくさんのもうこれからどんどんいろんな方をお呼びするチャンネルでございますので、ぜひこの Facebook ページへのいいね、シェア、 YouTube チャンネルへの登録、公式 Twitter のフォローもしくはリツイート何卒よろしくお願い申し上げます。はい、それでは酒井さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後に何かこれをご視聴の皆様にメッセージは。あ、そうですね、今ですと我々マイナビコメディカルにこちらですね、国試を終えた学生の方なんかも一部ご登録をいただいておりますし、まだまだ4月の入職に向けて、求人というのがいろいろ出ておりますので、もしまだ転職先が決まっていらっしゃらない方とか、もしくはですね、先に申し上げた通り転職するのが全てではないと思いますので、ご自身のキャリアに悩んでいらっしゃる方がいればですね、ご遠慮なくマイナビコメディカルに登録いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちら最後質問来ましたね。藤本さん、酒井さんに相談したいです。ありがとうございます。ね、ほとんど君が言ったら嫌がらせだ君が言ったら嫌がらせになるからやめなさいもう、はい、ということでございます。本当に今日はどうも有意義なお話ありがとうございました。藤本さん、ありがとうございました。はい、それではリハの目チャンネル、放送終了したいと思います。どうも皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。